はい、こんにちは。8月の26日水曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻がですね、14時20分、5秒になる時間帯というところでございます。さて今日ですね、ちょっと4日ぶりぐらいでしょうかね、日経平均株がちょっと上値が重いような形になりそうでございます。前場においてでございますけどね、東証一部の銘柄、やはりちょっと下がったところの銘柄の方がこれ1300ぐらいでしょうかね。そうなってくるとちょっと下がってきているところの方が多いのかなと、今までの上昇の反動なのかなという感じがいたします。米国の主要産指数はというところまで見ていくとですね、この今データで見る限りですと、やはり SP500 とナスダック、こうしたところが非常に強いので半導体関連だとかそうしたところ、まあ、円安というところもあるでしょう。気持ち1ドル106円台乗っかってますのでね、この辺のところが支援材料になっているんだと思いますが、さらなる材料、というのがなかなか手書きにくいのかな。そんなムードで今14時台になっていると、あと40分ありますけどね、そんな時間帯でございます。さてでですね、今日注目しましたのはこちらでございます。菅官房長官の記者会見模様なんですけども、やはり話題になっておりますのが安倍首相の健康をめぐる問題なんでしょう。今日国会でも出てましたね、西村経済再生大臣も答えてらっしゃいました。基本的には、これ来年のまで、安倍首相の任期ありますのでね、そうしたところでの継続性というのを菅官房長官がおっしゃっていた。まあこれは当然といえば当然なのかもしれません。ただしこのリキアのエフェクト上、ブログなどでちょっと申し上げましたけども、仮に万が一安倍首相、安倍政権退陣となったとしても、日銀の金融政策が大きく価値が変わるというのは見ておりませんので、この辺のところは内外温度差で攻めてくる形に対して本邦勢がどの程度まで役割をして買うのかな、まあ、こうしたところが、為替市場でも、まあ、ドル円レートでも日経平均株価225指数でも、同様の動きになるのかどうか、その辺はちょっと注目しております。さてで今夜でございますけども、ね、特段の大きな材料がないんですけども、FX においては今日スワップ3倍デーなんですが、来週の月曜日ロンドン、ニューヨーク、失礼、英国、イギリスお休みですのでね、ポンド絡みのところのスワップ付与が4日分出るとこういうところはちょっとご注意いただければというふうにして思います。さてで改めてでございますけどね、米中交渉に対しても大きな進展が、まあネガティブな進展がなく、まあなんとかうまい形で第一交渉のところの、電話会議でうまくいったというような形になっておりますが、民主党、そして今共和党の大会やっておりますけれども、それぞれの候補どちらかというと対中国への強硬姿勢、今更これをひっくり返して弱気に出るというわけにもいかないでしょうから、中国がどの程度まで米国側の意向を咀嚼するのか、まあ、その辺のところがテーマなのかなとして見ております。それともう一つでございますけどもね、トルコ、今度はちょっとお隣のギリシャと、海底油田に関してでございますけどもね、ここちょっと揉めております。地政学的なリスク、これ昨日が確かトルコが演習をして海底軍艦っていうんですかね、出して、で今日がギリシャ出して、で間に確かドイツが入ってるかと思いますけども、それぞれ NATO に加盟している中で激しい軍事衝突ではないとは思いますが、突発的な、アクシデントありえるかもしれません。まあ、そうしたところでは特にトルコリラお取り組みの方ですね、ちょっとご注意していただければというふうにして思います。さてで改めてでございますけども、今夜の欧米市場におきます売買シナリオ、上下の焦点は何なのか、今回の売買シナリオはこちらでご案内させていただきたいと思います。はい、まずはドル円からでございますけどもね、先ほど申し上げましたけども、大きな材料がないというところが本音でございますけども、まあ、あえて言うなら耐久材受注が21時半にあるで、その後でございますけどもね、リッチモンド・レンギン総裁だとかのズームでの講演というのが一応予定されておりますが、これはちょっとちょっと難しいのか、大きな材料には手書きづらいのかなというふうにして見てます。それと、これは今日は先ほどトルコの話しました。で、あとはちょっと資源国の話で申し上げますと、例えばですけどもね、ニュージーランドドルだとか、オーストラリアドル、特にオーストラリアドル円ですね、高値更新の動きが非常に強まっております。こうしてクロス円の動きに牽引されてくるのかどうかということと、17時なんですけども、南アフリカ消費物価指数7月の分、これ発表されます。
予想がかなりこれやっぱりちょっと悪化してるんですね。でそうしたところで長野総裁からは次なる手立てがあるというようなことをおっしゃってました。でそれが9月の中旬になって次が長野中銀の準備銀行の金融政策会合予定ですので、まだちょっと時間はありますけども、消費物価指数の低迷17時でございますけどもね、こうしたものの悪化っていうんでしょうかね、低迷が顕著であると次もまた利下げするのかなというような動きに出てくるかもしれませんので、十分ご注意いただければというふうにして思います。さてで改めてでございますけども、今夜のドル円でございますけども、かなり堅調性が強いなというところを意識しております。チャートの形状からしてもですね、支援感がかなり強まってきている中で106円台の前半が維持できるのかどうか、ここがポイントというふうにして見ておりますが、なかなか106円の5060を超えていかなかったというところも、輸出筋など戻り売りのこれ動きもあろうかと思います。この辺のところの重しになっているのかなというふうにして見ております。106円の30銭から60銭の予想レンジで、今回は6の30で買って6の60で売る30銭幅狙いでのイメージでございます。でリスクの方はあまり取りたくないというところです。週末に向けてですけどもね、私は毎回以前から申し上げてます通り、ジャクソンホール会合の大きな動きには、バーナンキさんはどちらかに組みするようなことはなかなか言いづらいんじゃないかと、あまり大きな金融政策の深掘りはなさらないんじゃないかというふうに思ってますが、その後にトランプ大統領の指名を受けての演説、これがちょっと強気に出てくる可能性あるかもしれませんね。そして週末でございますけども、健康に関しても触れるというところで、安倍首相、これは特に外国人投資家がそうした投機的な動きを見せていた中で、今少し買い戻しを緩めてますけども、買い戻しを強めてますけどもね、もう一回何らかの形でヘッドラインニュースなどで仕掛けてくる可能性あるかもしれませんけど、これまだ先です。そうなってきますと手書きにくい材料の中でどの程度まで上がっていくのか、その辺が大きなポイントというふうにしてみております。繰り返しになりますが、30銭幅狙いの10銭リスクとこういうところが今回のドル円でのシナリオというところでございます。さてで日経平均株価でございますけども、現時点においては2万3300円台を維持させているというところでございます。まだまだ引けには時間がございますけども、なんとかですねプラスに返ってというところ、ある意味非常に微妙な水準、というところでございますね。そうした状況の中で、ね、どの程度まで、これクリック株365の方は、ディスカウントありますので、今時点が2万3301円30銭という水準感でございます。でこれを意識してですけども、クリック株365現時点においては2万3260円、だいたい40円弱ぐらいのディスカウントがありますよというところ、ちょっと念頭に置いておいていただいて、今回の予想レンジでございますけども、やはり上値が重いというところなんですが、下降下から支持している部分は非常にこちらの方も堅調性が見えておりますので、どのトップまで順張りで追いかけていくことができるのか、この辺がポイントというふうにしてみております。予想レンジは23,150円から23,300円で、23,175円で買って23,300円で売る125円幅狙いで、リスクの方も125円ということで23,000飛んで50円、23,150円がもし割れて、この竹部のイラストを指してますけども、23,000円の要は維持ができるかどうか、その微妙なところでちょっと強気に見ていても一旦は仕切り直すというところです。要は23,000円の維持がポイントになるというような見方の中での今回の骨子というところでご理解いただければというふうにして思います。いずれにしても米国の株式市場動向に大きく左右されるというふうにして見ておりますので、米株動向ですね、横にらみしていただいてお取り組みいただければというふうにして思います。はい、ということで今が14時28分というところでございますけども、ちょっと為替市場の方でもテーマが非常に希薄になってきているのかな、様子見いたしかたないのかもしれません。で米国株式市場、日経225指数の方も同様なのかもしれませんが、世界的な金融緩和の中で資金の流入先というのが株式市場になっているという状況でございますけども、今、テンポよく上進性があったところが今一旦調整を見せているのかなというところだと思います。継続してですね、上下双方向のリスクを忘れないようにお取り組みいただければというふうにして思います。特に海外方ですかね、今日は政治的なイベントというか政治的な材料が飛び込んでくる可能性もございますので、そうしたところは当社お取引画面内でお忘れないようにいただければと思います。現時点が 23,301円、飛んで10円とこういう日経平均株価、どの程度まで上値ができるのか、 23,300円、そしてドル円の方が1ドル106円台、この辺のところがそれぞれ上下でポイントとこういうふうにして睨んでおります。以上8月の26日水曜日の
株と為替の売買シナリオでございました。